えー、いい <laughs> けちゃん、えかわいいでしょケイちゃんケイちゃんこっちでしょ絶対先くずバレたうん <laughs> バレたよ先くなこと短くなったよトシヤんばトシこんばんはありがとうこウちゃん初ありがとうキョン髪切ったのねこそうよく気づいたね昨日の今日なのに。 髪の毛を切りましたこんなに短くなったのは5億八年ぶりなあこちゃんこんばんざいはハッターわしわししてるないとさんこんばんは今夜も寝る前にきれいなお姉さんを見に来ました <laughs> あちいあちいあいということで今日はなんかあの レッスンだったのでメイクはあんましてないんですけど髪の毛を切りました <laughs> 髪の毛を切ってあの、染めました髪切ったのかわいそう切ったたじちゃんかわいすぎるだって <laughs> 十分短くなりましたのでもう私は結べません5億8万年1000人そう私1000人だよタージちゃん 昨日日朝ままでで飲んでしまって今日はだって終電逃したししょ <laughs> 逃したでしょ昨日夜中にはしゃいでた人私が髪最後だからケイちゃん声が止まらない <laughs> どうやっとじゃない短い私が見れたの今恋しちゃったんだって流れてるでしょナイスイんンバかかわいい私心配だった こんんななに切ってみんなの反応ザイさんやっほでもね私が今日もくもく木曜日なのにいつも公式ルームをやって個人ルームをやるんだけど <laughs> 個人ルームのみんなに先にしたいから公式後にした公式だといろんな方が見るでしょ個人ルームを見に私の個人ルームをさ 見に来る人はさまあ私のことを少しはさ好きな人なわけじゃん嫌いな人は見に来ないでしょ <laughs> だからニューヘアは先に個人レーブの方に見せようと思って今日は <laughs> 先に個人にしちゃった初めてのあメールにってことねライブで見たら可愛すぎてただ 手振るだけの宅れそうあそれ多分振り返されないやつだねんちゃんライバー酔っ払いでいかないので安心してねクリアサヒ飲んでじゃあクリアサヒけーちゃん理由かわいすかわいすぎるっていう <laughs> でもそうだから今日は個人ルームからにしたの6月3日誕生日だったのおめでとうくださいえ6月3日ってもう過ぎた今日じゃないおめでとうどうしよう 何あげる？<laughs> なんかあげれるものあるかな？ないな。えー、どうしよう。えはい。<laughs> ケーキ。決めてヤほー。ヤホータクシー。 いいタイミングで配信これた良かった来ててくれありがとうなんかデレデレしてないしてないんですけど <laughs> なるほどそう「ラビィタンこんばんは」「イエーイ新潟はまた黄色あそれは落ちてるでも美容師さんにあのー「紫シャンプーしてますか?」って言われて「私してないです」って言って「買ってください」って言われた「<laughs> 買ってきた大丈夫です自己満れなので知ってます」 もしかして髪染めて切りましたええー、どう思う髪染めてないし、切ってないって言ったら <laughs> 髪染めてないし、切ってないですていちゃん、なんでこれアサなのアサヒそうララララララジュリアンアサヒーだから飲んでありがとう、美味しい <laughs> よかった、モータまた素敵に名古屋でまたガンミしますねお、名古屋いるの今日配信見れてよかった、カミン 来たアサヒスーパージュリアですやほこりやほこり <laughs> ほこり割とさふざけることするんだねアノチこんばんさんアノチこんばんさん今日も綺麗ですねありがとうございます突然髪が短くなると恋が始まる傾向にあるらしいええー、恋したの私に恋したんだ私に恋したんだね イズパパヤッホーそんなコールがあったんだそう <laughs> 覚えてね人生で一番短くない人生で一番短い時は高校生の時新しい髪型素敵こんなねなんかメイク薄いとさかの蚊の,の髪色になんかちょっと変だねあとまたおばあちゃんみたいな髪色だから私 ソフィーって呼んであと前髪が剥げためっちゃ前髪剥げたんだけど美容院行ったら <laughs> どこ行った私の前髪あすごいなんかね黄色くならないようにしてくださいって言ったらねなんかこんな感じになった またかわいいのつけてる今日にゃんにゃんこ明日の見どころください明日は久しぶりに会える <laughs> 久しぶりに会えるところが見どころじゃない私楽しみにしてるんだけどどうそちら吸いたのお腹お腹かすいたおまぶらに猫耳私の配信急にカチューシャ突き出すから覚悟しといて <laughs> 明日は都内だよ見どころやなでしょだってさ6月会えないかもって言ってたでしょだから私今それだけでワクワクしてるよ土日が名古屋だよ鈴音くんねねのぞちゃんじりちゃん髪型素敵かわいいありがとうのぞちゃん 髪を切りましてん。バッサリいきましてん。ハローチ、こんばんはい。い前髪す、あ前髪は別にね、すいてないはず。<laughs> ちょっと切った長さを。あ前髪切った。マジで腹圧なさそうだから、明日早起きです。19本当にハローファイトなのねえ、ャメちゃん。おなかす、おなかはすいた。コウソン… コンリってキャラのコス似合いそうどんなキャラクターなるほどどんな勝ちさせても動揺しないようにそう動揺しちゃうのってどうよ今日はこれね髪とてもいいと思いますほんとに見た画像見た最初にちゃんと見たとても素直なスタイルで若々しいです若くなった何食べるの えー、アイス食べたい今日目がすごい失敗失敗する雨降ってるからかな十九 <laughs> は波動高の前にあ分かったかもじゃあお花お花だったりする?「格言出てくるの」の踊り子キャラじゃあ しししようかなな <laughs> さんはデコ出しは出しいのですかいやしないことはないですよしたことはあるあんましない <laughs> まさかの親父ギャグ <laughs> 私すごいおやじ親父ギャグ言うから嫌いになったらごめんねギャグしか言わないよ私 <laughs> かわいいこれ。 お花お花じゃないか。お花じゃなくてだって半月たったでしょ ?6 月中旬違うか。牛になってそう。垂れ耳、猫耳、これ牛なんだ。猫と見せかけた牛。牛だよ。 十九日ソファーやりますか。<laughs> 私はやらないです <laughs>。もう二年前なのでね <laughs>。浅草橋じゃないんですよ。あんでせアイセンですだっかか。そういうことか。なんだ。猫ミスお牛さんだよ。きゅう。仕事またばい。明日待ってお仕事頑張って。ちょっと私ドキドキしてるけど。頑張ってねい仕事。 どうみんなどっちほん正直な感想みんな髪長いのと短いはずど,どっちどっちどっちイヤホミミさんちなりやっほホちなりうんおやじは寒すぎたスルーするね全部スルーされちゃうじゃん私大丈夫かな多分全部スルーだよかわいいありがとうもう泣かないでね <laughs> 逆に泣かないでね <laughs> え絶対そうじゃん 怪獣さんでしょ <laughs> 正直今とてもいいですが、トムがとても良くなる方法知ってるよ私 <laughs> もう少し長いのが好きあ、髪の毛じゃあきっといつか伸びるよてりんちゃん短いのも可愛い長いのも可愛かった両方可愛い大正解100%の答え今の長さが良かと 今の長さがいいでもなんか実際見ないと分かんないところあるよねでも今の長さも可愛いありがとうタラトはカメラが長い派だったしかも長くて黒髪派でしょきっとチュウさんは確かにショート派じゃんどういつでも可愛いのよ長いのは短いのありがとうひなまめこんばんはお部屋が暑い私もお部屋暑い今 フししえって声出ました <laughs> 大丈夫回収じゃなかったショートすきあげよパッパッパッ,パッ <laughs> でしょケイちゃんたまらんやろ <laughs> あ目ん玉いて目ん玉があのすごいね乾燥してるうん <laughs> 雨の音がするね その長さでヘアアレンジもめっちゃ可愛いと思うこの長さだったらさどういうのができるのかな自撮り可愛くてびっくりしたまあ、自撮りは自撮りだからね所詮こういう婚家兵いそう目ん玉私目ん玉すごく <laughs> 痒くなるタイプ転がみロングストレートは <laughs> それ中のひまわりまたはまらんやん じいちゃんが動くと髪がサラサラやれるんよそれがかわいい私はどっちだ家だったのでいたとしてレイクねえ怖いじゃん <laughs> 怖いじゃんウインナーの日かメール何回も見返したかわいいかいハウついてみたいこれでできんのかね非常によろしいと思います よかった。お部屋二十七点五度。ええ、あ、じゃ、あ。百七十二。<laughs> 毎日アイス、百七十二。ちょっと耳取って目線ください。はい。 ウィンナーの日はしばらくアウィンナーお休みかち172音目ありがとう眼鏡かわいいその髪色にその長さが合ってるかもまあ確かにこれでまた金髪になるんだよ大将こんばんざい裏赤女子からコンカフェザイになっちゃったコンカフェです確かにカチュッシャーしてるとコンカフェイチっぽいでしょちょっと勝手な妄想だけどねわかんないけど実際 172、おうめありがとう、アチ。今、何でもいいはじゃあ、私の声でもいいちょっと受け入れて。頑張って。みんな、こんなにさ、私が、1年前までさ、暗闇ロング、けはだったのに、さあ、ハイトーン。ポブ真反対になっちゃったけど。172、偉い。偉い。偉い。偉いね。偉い,い、偉い。 172だよんここやら。<laughs> らい。早く会いたいんだったまたね。ね。君で会いたいになってたから。いい子。髪切った切った切った。切った 1272記念パピポパピポくれんのお顔を絶対映さないなんて意地悪く <laughs> 意地悪でしょここかへちょっとどうしたどうもしてない <laughs> 何が何かあったっけどっちも素敵だからよしあのちゃんいつも褒めてくれるからチュキン この前から罪なすりつけるのやめる <laughs> 何の話だろうねやめて私この間のさリププ欄見てさ笑っちゃったよんん何だろうちパピこ髪染めた私これで気づかれなかったら泣いちゃうよいつもそういうことばかり考えてるか 何のこと分からないどうですか何回聞くんだよっていうねなんかでもさ多分逆にこっちが見慣れたら私が私の逆に一個前が変に感じるよ多分そういうもんじゃない <laughs> きっとそういうもんだよただ絶対私はね髪黒い方が似合うと思う 今更だけどいいと思いますよ <laughs> 言わせてるいいです何回も言えるよ言わせてるからね私可愛くジェリちゃんわからないお願いします嫌です <laughs> いいと思います自分で言っちゃうのねなんかそんな気がしてきた書き込みをパピコというにちゃん用語 書き込みをパッピッコどういうこと?「バンザイジャパン公式赤」で紹介された自己紹介写真でしょあれはもうだって3年ぐらい前多分3年ぐらい前のしかもツインテールなんてしちゃってさ <laughs> ブースターっていうね可愛いい変えたいあおありがとうブレちゃうでしょ私が動くと。 ブレてないでもなんか色がねソフィーみたいソフィーみたいなんだよねいつも、はああくびが止まらん何色がいいんだろうね分かんないでも黒い黒い時の方が もしかしたら可愛いかもしれないけどこっちの方が多分元気そうだよね次あんね <laughs> やめてよ鈴江ん黒髪見たことないから見てみたいけど派手髪に合ってるホンよかったよかったしまじろう172回祝い記念の書き込みが172記念パーティー こうにななりますなんでちゅうさんじいちゃんは今の方が好きね言ってくれたよねクオガミもいいと思うけどまあ私がこれに似合うような女性になったらいいってことよ結局はねでもこっちの方が元明るい子に見えるから多分私はいいんじゃないもうこんな短くなっちゃった。 私の大っ嫌いのドライヤーという作業がとても楽になるこのおかげで <laughs> 初めて会ったのが黒髪だからはて髪のジュラちゃんにも会いたい会えるよ会いたいって思えば会えるよいいと思います私もいいと思います自分で言っていくスタイルいいよね 自分のの髪だものいやーかわいいよほんと私ほんとにこの1ヶ月で2回もイメチェンしてるからさあのー、戸惑わないでねほんとにほんとですかファイナルアンサー黒髪の時とメイクも変えてるから中の人は同じだけど違う人に見える別の女の子みたいジュリアちゃんだよ 私は朝日ジュリアと申します。千九百九十年十二月六日生まれの千葉県の伝道師朝日ジュリアです。食べることと寝ることが好きです。<coughs> どっちも好き。タダオさん、うん？紙切った？どう？どうですか、タダオさん。 こんなに短いのはとても久しぶり3億8年前ぶり <laughs> 5億だ5億8年8万年前可愛 <laughs> くてうまくお話できなくて戸惑っちゃう大丈夫でしょう胃袋宇宙なのねしうりちゃんと2人でフードファイトしてほしいそうそうさっちゃん ササさ,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 さんだってしおちゃんさっちゃんジェリーちゃんの3人がね食べるの大好きな、ね。でも私はそんな量を食べるというわけではなく食べるという行為が好き <laughs> 食欲食欲がすごいからでも量をめちゃめちゃ食べるあのフードファイターとか見たくそんなに量はめっちゃ食べるわけではないけど食べるという行為が好きその。 咀嚼して飲み込むという食べる行為が好きなの。喉 <laughs> 越しが好きなの。ご飯のね。それも似合うので。よかったん。なるほど、そう。食べる量は、そんな、た、ふち、一般女性よりちょっと食べるぐらい。めっちゃ量を食べるわけではない。ただ食べることがす本当に好き。 食べて寝て生きていきたい。辛いものが好き。うん、大っ嫌い。辛いもの大っ嫌い。え付けしたい。して。また室内に口の中に何かを入れていたい。口の中にたくさん食べ物を詰めることが得意です。<laughs> おにぎり三十秒チャレンジを特技に。したい。です。喉越しが好き。ピンポイント。私ね、あまり噛まないんですよ。怒られるんだけど。 少しだけ噛んでお苦しいってなった感じが好きなんですよねご飯を食べる時のいいことじゃないからみんな真似しちゃいけない私そうずっとね母に怒られてた「もっと噛んで食べなさい」でこっち東京来てもメイさんにもっと噛んで食べなさいって怒られてるんだけど苦しいってなる <laughs> そうだもんね咀嚼が好きご飯を食べているっていうことが好き許されるならずっと食べてたい <laughs> あそう喉つっかえるのよく私むせる <laughs> そっそっそっくしょっちゅうむせてるご飯を食べながらでゴホゴホってやって水を飲んでよくやってる苦しいってなるんかいそうなるよでもそれがいいんだよあ食堂にご飯が通っているなってわかるじゃんグッグってうんっ,ってなったら こうさ、食堂にご飯が通るのが分かるでしょ私は今食べている。だから簡単に言うとヘビがあの丸飲みしたみたいな感じ。ヘビがさこう丸飲みした時ってこうさヘビの体をこう通っていくじゃんそんな感じって感じ。ヤッホヤッホ伝わったそういうこと。 <食>べる <laughs> まあ食べるのが好きおにぎりとかよく喉詰まるあそうその感覚その感覚で大正解それがなんかあ今食べてるなって感じれるから丸飲みしたことないけど私もないよさすがにヘビになったことはないけど分かりやすい例えねジュリアナコンダそう私アナコンダ作れる予定でやったよね指遊びでアナコンダ作らなかったアナコンダ ちょっと待ってねできるかなカエルとか作るじゃんあ痛てててててもうできないかもしれないあできませんでした手が固くなっていてゆまかわいいゆきやおじいちゃん髪切った あなたタムリさん髪の毛切ったやめておいた方がねできない指痛いもん今でも見せてあげた手で作るアナコンダあいてて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 やめてああ言うて似合ってるありがとうカエルはあるけどアナコンダしたことないあるよねアナコンダでも。 個性かなり強め私強いかなあ手で穴ナコンを作るってのがあできそうあ痛いできない <laughs> 指折れたらみんなのせいにしようと病院でなんかみんなに穴ナコン作ってって言われたら指折れちゃいました片手ならできるんだけどさこれ片手 <laughs> 片手じゃ何作ってるか全く分かんないアナコンダ初めてきた調べてみてでも調べてみてこれが正式な指遊びのアナコンだであってるか分かんないからやだあほら <laughs> その髪の長さ好み短いの好きなんカエルは知ってるけどアナコンダどんなん全く分かんなかったちょっと指折れちったな いてててだけないてててててていいじゃん片方だけなら見してあげれる両手あると指の骨が折れちゃいそうになったでもこれ片方だけ見てもアナコンダに見えなくないほらこ,ーこれわわわわわワこれって両手あるのこうやってじゃ前から見たらアナコンダに見えるはずう本当に指の骨折れたかもしれない と、みんなのせいにしとくね痛っ <laughs> アヒルアヒルに見えたアナコンダのはずなんだけどなでも言う <laughs> キビが痛いよ片手だとアヒルっぽいあんまり短いとは思わないのであ髪ほんとにまあショートってわけじゃないのボブ折れちゃったか折れちまったちたるさんこん,ばんなんい 指のあるってないから大丈夫おいおれおれたほらあああポッキーポッキーポッキシャアだよでも本当にね指痛くなったからもうやらないねカエルはできるよカエルはカエルはこうでしょ <laughs> でて私指遊び合ってんのかな どういったんだ？こう？これ変える？これ変えるで合ってる？合ってない？<laughs> 大変だよ。指の骨もれちゃったんだから。<laughs> あと何やって？帰らってる？よかった。あと何があったっけね。長虫とかこれは簡単か <laughs>。なんかあったっけ？私穴込んだばっかやってたから。 ちちゃん、ね、お兄ちゃんんんお兄の手に似てるんだすごくごついんだ嫌なんだよねわかるごつしてるの韻を組んでるイン？指で帰えるつ私めっちゃ太いよバスケとバスしてるしそんな手もかわいい嫌だ私本当にお兄ちゃんの手に似てるから。 ごっゆうぞうだよ手がごっつゆうぞう手綺麗ですきあら早引きギタリストになれるお前じゃるカエル内側でもつく内側こんばんざいん絶対痛そう手ごついから <coughs> 親父おやじギャグ 拾ってりちゃん拾って俺の方が指を正しい細いよどういうこと何それあらジェリー髪切った切ったの今日切ってきたんだよ切り立てホヤホヤホヤ貝って感じえっホ本当に東京時じゃなかったんだけど本当に東京寺誹謗中傷っぽい発言だね違うよ違うよ褒めてるんだよ のパンチングマシンやったらいい記録出そうあママチャン押し界隈では親父じ芸をひるんだよジレアちゃん面白いって言ってね分かっれがマナーです早く広島に帰りたい帰らないで来てくださいならばよろしそうだよ褒めてるんだよすますまスましょいば今日さ何私がもぐおはよう」今日おはよう」ツイートしてなかったそれはそうってのは あ,あ、アイス食べたい今配信あるからね個人ルームでしか面白い話できないんだから彼女の話がええっ B そう面白い省略版でも省略ダメだよ「ラビタにしか省略しえー、チョコレートチョコが好きチョコミントも好きいちごも好きだしアイスが好きだよしょうがっぽいね こんなんなでちだからメロンバーまいあなんかねでも私その前にサンドのまだミルクティーを発見してミルクティー味ゲットしてるからさすけど私まだみんなどこで買ったの次はじゃなくて何お寿司はあ買ったのあれ ーうちのメールのルファミマにあるいい <laughs> 寿司じゃんそれお寿司パターンじゃんお寿司食べたいアイス食べたい私今アイスクッキーサンドそうそう全然私見つけられない普通の味しか平野さんこんばんざーい昨日ぶりかしら ごめんん、ね、前メロなんだけど待ってやろういいよじゃあ間を取って浅草橋のソファーでジンナーチョコあげたからいいでしょうまかったほんとに <laughs> ミルクティー味があるの見つけたいそうそうミルクティー委員会としてはさミルクティー味のアイスを食べないわけにはいかないじゃんか でもみんな食べてるけど私まだ食べてない「ヘアさん昨日久しぶり」って言われたから機械を狙ってたおスナイパーじゃんあなたもしかしてスナイパータイプマイメロのオリジナルわからないこれだよマイメロオリジナルわからないの <laughs> あそこそばしの行く道もファミマあるからそこで買ってみるん メロン <laughs> 俺も食べたかったんだけど千ヨコレイト千ヨコちゃんうん「午後の紅茶ビスケット」そう「午後の紅茶ビスケット」私はまだ見つけていない最近紅茶のアイス出てくるからさあれ世の中が私に優しいと思ってミルクティーンかいとしたらね 語尾にメロ本当えわ、私もあんまり分かんない私もあんまり分からないんだけど語尾が上がるんだよマイメロは多分分かんない私のモノマネは基本妄想と誇張でできてるからね妄想は妄想6割誇張4割さあ言うてマイメロ知らない 今朝セブンイレブンで普通にた。マジいいな。プーさんピーグレット <laughs> これだけはプーさん得意なんだ。前目の中にプーさんっぽかった今のがマジパパにこまない。スナイパータイプどちらかというとアイドルさんに撃たれまくってます。やばいじゃん。めっちゃキル稼がれてるじゃん。昨日はお疲れ様でした。ありがとう。 ハデハデジリアちゃんです、うん。果たしてこの髪の色はいつまで続くでしょうか妄想のコーディアそうだよ。適当だよ。適当だよ。くーちゃんお願いします。くーちゃん最近ね、あの、ゆうきちゃんのモノマネしすぎて私、くーちゃんのモノマネできなくなっちゃった。悲しい。ゆうきちゃんやりすぎて。 くーちゃんができなくなってしまったくーちゃんにね自信がなくなってしまったんだよ私の中であんだけ似てると思っていたくーちゃんが最近自信なくしましたみんな私に自信をちょうだいゆうきちゃんやりすぎちゃってちょっともちまるもちまるになりすぎてくーちゃん くーちゃんやるとタラちゃんになっちゃうの最近。タラ、タラ、なんかタラちゃんになっちゃうし、タラちゃんやってたら、くーちゃんなんじゃなくて、ゆうきちゃんになっちゃうしね。もう、くーちゃんとゆうきちゃんとタラちゃん。一諸説。え、そう、これ、え、そうなんですかで、くーちゃんを言わそうとしているな。<laughs> 私は読めた。今、まあ、何時だ うわもう一時になるんだねやっぱ公式ルームしなきゃ町ちゆうきそうはてがみの小さい子そうそう紫の間のタラちゃんそうクーちゃんとタラちゃんは一緒勝手にまとめるやんクーちゃんタラちゃんゆうきちゃん声だけ変わってもわからない説で水曜日のダウンタウンで検証してみてほしいなんかわかるでしょなあマルジー じゃあそろそろ個人ルームじゃなくて公式ルームの方行こうかな。もくもく木曜日なのでね。公式ルームはね、真面目に配信をしなきゃいけないので。ぜひ。配信を綴り公式とね、ありがとう。もちもちん粘り気がある感じ。確かに、確かに。あれ、美女がおるやん。イーイ。私お初、つありがとう。ラビタン、大津。ヘリンちゃん。 似てるの、ね、そうその3人がそっくりそ <laughs> っくりだよあのオおつありがとうへいさんお疲れ様ありがとうなッこさんお疲れ様ですありがとうピツパオおつお疲れ様ありがとうてりちゃんありがとうじゃあ今からねもくもくもく海公式ルームへ行きたいと思います起きてる人いたら公式ルームもぜひ来てねバイバーイすぐすぐ公式行きます